おはようございます。釣り子 TV です。ネットで注文していたあるものが、届きましたよということで、ですね、光 TV ショッピングって書いてありますけども、この TV ショッピング、まあまあ早速ね、開けていきたいと思います。いや、ちょっとね、この時期に欲しかったあれなんですけども、じゃじゃーん、いや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 、来たー、これね、ラフ&フィッシュって書いてあるのかな、コロコロチキチキペッパーズナダルドラっていうことで、こんなね、ルドラが売ってるんだ、 SNS でね、発見してですね、ちょっと買ってみましたよ。あのコロコロチキチキペッパーズのナダルさんモデルっていうことで、カラーリングがね、またいいんですけども、こんな感じのルドラでございます。じゃあね、早速ね、開けていきます。なんかね、個数限定でね、スペシャルルアーって感じで売っていたんで、ちょっと注文してみたんですけども、これ、来ましたね。これわかるかな、このね、小さくですね、ナダルさんの顔が鱗模様みたいにスバ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 ーってね、入ってるんですよね。で、背中にはね、投げちゃって巻いちゃって釣っちゃってるっていう風にね、書いてあります。こんな感じでね、まあ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 、こんな感じのルドラなんですけども、早速ね、ちょっと釣りに行く予定があるので、こちらをご覧ください。はい、出港します。本日は皆様ご乗車いただいて誠にありがとうございます。本日はシーズン最初期のランカー便となりますので、トイレは、各自、サイドでお願いします。うんこは、自己責任でお願いします。しこるときは、表でよく見えるような形で格好でお願いします。今日は80アップを何本か釣っていただきたく思いますんでね、お願いしますよ。あちらがホテル三日月ですね。右前に障害物が見える。危ない、みんな避けて。船長を仕方しないでください。じゃあ、あとは運を天に任せて全速力。よっしゃ、来た来た来た、やったやった。あ、勝ったと思った瞬間に送った。あー、でもなんか走り方が違ったな。違う人だなこれ。いや、なんか青物っぽい。シバスじゃないな、この下に下に。懐かしい。SWR じゃないようなけど。すんずまってたんで、ダイナさん。結構粘る。これ青物でしょう。うん、ためじゃん。まあ、ためだな、その引きは。マッシブいい曲がりだな。ち
でももう縦横無尽だよなんだよ、ナダル、ナダルだからなくせないよね、無茶できない、また戦じゃない魚とかを、おおでかい、あるハラさんだ、ハラさんでかいの、お、シバスだった、シバスだった、あ、すげえとこかかってる、大変だとか、やばい、ありがとうございます、ナダルトラ来ましたよ、聞くねえ、あの黄色で美味しい個体っていう感じですね、ナダルさんのスペシャルカラー、結構もうこんな深くてなんだかよくわかんないとこで連れてくれました、ナダルトライ、イエーイ、ありがとうございます、はい、というわけで帰ってきました、ナダルドラね、ちょっと厳しい時間帯に60センチ前後のね、スズキが連れてくれて、おー持ってってよかったなっていう感じでね、投げちゃって巻いちゃって釣っちゃってるっていうことでねこれはね、このまあピンクバックとかね、ピンクベリーとかね、ほんとねシーバスなんかに効くカラーなんで、なんかね活躍してくれるんじゃないかななんて持っていったところ大成功っていうことでね、これからこういったね、少し大きめのミノーでね、魚を浮かせて食わせるね、こういう釣りががぜん効いてくるシーズンになると思いますので、まだバルナーとかの方が優勢かなっていうところですが、もう間もなくねこのルドラの、長さならではのね、魚が釣れる時期に突入するかと思いますので、まあそのちょっと一端を感じることができたかなっていうことで、大活躍してくれました。でこの後ね、どんどん使っていくことによってこうかっこいいねフックサークルがついたりしてね、どんどん自分だけの、ナダルドラになってくるんじゃないかなっていうね、そんな感じでございます。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、なんとですね、芸人のナダルさんのスペシャルモデル、OSP のナダルドラ、これを買ってみて使ってみたところ、早速ね、いいシーバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。